この後どう帰るの？さっき来た道、うん、から戻って、うん、大葉焼きか、あ、すみません、ありがとうございます。大葉焼きか、さっきのパン屋さんか、どっちかわからないですけど、軽く寄って、うん、どうしようかな。まだ走りたいですよね、みんな。そんなことはないのかな。ながらしてた。ながらしてた。ふたもがきぐらいして。水汲みに行くまで埋もれてくる。やばい、6個ぐらい食ってるな。ただ怪我とかって、はい、やっぱり首やられちゃった、首やっちゃったんですか、やっぱり。ね、まあ、俺って自転車で自転車で。で、そうなんだ。紹介しましょうか。もうザーッと行きますからね。行きますよ。はい、ドグマ、はい、S ワークス、サーベロ、コルナゴ、はい、ルック、はい、これ僕の大好きなホイールですよ。でキャニオン、これフラグシップです。DT スイス、はい、でスペシャライズド、はい、トレック、はい、で次がカレラでいいんだよな。ウィリエール、キャニオン、これはどうでもいいや。はい、カレラですよ。で、ドグマ、これ兄貴の。はい、ビアンキ、はい、トレック、キャノンデール、キャド、で、メリナですよ。皆さん、本当に今日はありがとうございます。お疲れです。はい。で、ちょっと何度も言っちゃったけど、ちょっと僕スピード上げすぎちゃったみたいで、ちょっと切れられました。気をつけます。はい。本当ダメですね。本当ゆるポッター詐欺っていうのがよく言われますけど、ダメです。じゃあこれから写真撮影です。撮りましょう。行きますよー。はーい。よし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 。はいはい、ですね、今モコサイクリングというか、もうなんかモコレン、ちょっと弱めのモコレンみたいになってますが、ですね、千葉県の大判焼き、玉屋、はい、見えます？これここめちゃめちゃ有名ですからね。はい、もし千葉お越しの人は、ありますんでぜひ来てください。
で、今日はそれをどうしても食べさせたくて、わざわざ、ここに最後連れてきました。はい、美味しいですか？はい、まあ半分もう言わせた感じはありますけど、言わされた感が丸出しですけど、でもね、ほんとマジで美味しいですから、ぜひ来てください。ということで、そろそろですね、これから、今ね、1時、これからまたスタートの地点に帰ります。で、まあ、いつもの、ローソンですね、ローソンに戻って、で、解散となります。あのね、これやばいっす。こんなにね、面白いとは思いませんでした。次回確実にやります。次はね、千葉県じゃなくてもね、どっか地方に来てほしいよっていう人いたら、コメント欄に寄せてくださいよ。北は茨城、南は神奈川ぐらいまでなら行きますよ。そしたら最後レッツゴーチャンピオン。はい、お疲れ様です。で、朝の、ね、ローソンに今、無事なのかな、着しました。で、ですね、これちょっと真面目な話なんですが、こうやって皆さんと、楽しく、ほんとめちゃくちゃ楽しかったです。こんなに、サイクリングイベントが面白いとは思いませんでした。そして、ちょっとびっくりしたんですけれども、ですね、なんか、なんつうのかな、よくゆるポタ詐欺とか言うじゃないですか。で、わかりました。今日、全員が詐欺師だったんですよ。だから、別、なんか、最後、スプリントとかしちゃってるんですよ。でも別にもみんなが詐欺師だから、これって、詐欺になるんですか？ちょっとコメント欄に寄せてくださいよ。全員がゆるポタ詐欺の場合は、それは詐欺になるんですかね？ええ、びっくりしました。ちょっと笑っちゃいましたよ。みんなもがいてるんですよ、最後。で、リザルトです。リザルト1位です。沢上原からわざわざお越しくださった方は、逃げです。逃げぶちかまされました。サイクリングイベントで逃げという言葉が出ました。で、今回のサイクリングイベント面白くて、逃げっていう言葉も出ました。あと、ちぎれたとかいう言葉も出ました。一体ね、こんなね、ワードが出てくるサイクリングイベントってはどういうことなんでしょうか。もうこの時点で確実に女子ローディーが来なくなったのは間違いないと思います。はい。でもどうでしょう、皆さん。なんとか楽しみました？はい、めちゃくちゃ楽しみました。ありがとうございます。はい。そんな感じで、今日はもうね、クタクタになったんで、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、今後ともモコフィットです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、まだいますよ。お疲れ様でした。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。